アニタ・ボダルチクは、ポーランドの陸上競技選手で、女子ハンマー投げの世界記録保持者である。ロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピック女子ハンマー投げ金メダリスト。2009年、カミラ・スコリモフスカが保持していた、当時のポーランド記録を破るなど、次々と自己ベストを更新。校長のまま迎えた、世界選手権女子ハンマー投げの決勝2投目で、 タチアナルイセンコが保持していた当時の世界記録を破る 77m96 の世界新記録を樹立した。2頭目直後に観客席に向かう途中で足を捻挫し、その後の3頭をパス。前回大会優勝者で地元のベテハイドラーが最終投てきで 77m12 の高記録を出したが優勝した。 リオデジャネイロオリンピック時の NHK による表記より、2016年8月23日閲覧。AB 当初は、ロシアのタチアナルイセンコが1位となったが後日、ドーピング違反が発覚し、失格、繰り上がり金メダル獲得。ありがとうございます。